ダンスのシーンが、撮影始まる、1ヶ月半ぐらい前かに一回打ち合わせでがあったんですけど、その時になんかそのダンスをなんとなくその、踊るのもいいかもみたいな感じで言ってもらってて、でなんかどういう感じにしようかなって思ってたんですけど、なんかその時はその音楽、もともとはなんか音楽をまた送ってもらってそれで考えるみたいな感じで言ってて、で今までなんかそのなんか違うか MV とかでもなんかダンスをやってたっていうのを聞いたから、ダンスしてほしいみたいな言われたこととかもあって、でその時とかは、やっぱりその事前に音楽を渡されて考えるっていう感じだったんですけど、なんかで今回は結構ギリギリになるまであれ送られてこないなって思ってて、でそうなんですよね、でも自分からも聞かなくて、なんかなんか音楽じゃない、ないのかなみたいな、なんか特に自分からも音楽くださいとも別に言わなかったんですけど、でもなんかフリーで踊るのがもともと自分的にそんなにめちゃめちゃ得意なわけじゃないから、ある程度は考えていこうと思って考えてはいったんですけど、でその撮影の前日、移動日の日に長野さんとその撮影の初日がダンスだったんですけど、ダンスをするときに音楽かけながら撮影することもできるけどどうするみたいな感じで聞かれたときに、なんかどっちでもいいよっていうことだったんですけど、なんとなく違う気がして、なしで大丈夫ですって言ったんですけど、でそれをなんか後々長野さんもそう言ってもらって嬉しかったっていう風に言ってくださって、あ、なんか間違ってなかったのかなって思いました。じゃあ実際撮影してもらってた時には音楽が鳴ってない状態で琴音さんが自分で踊っていたっていうことですね。そうですね。でもなんか実際その浜辺でやるとなんか、雰囲気もあったじゃないですか、その朝の夜明け前で薄暗い中で、でなんか靴とかもなんかそのこのワンピースで、で靴も履くか履かないかみたいな、で結構寒いからなんか履いてもいいよっていう感じだったんですけど、めっちゃ寒かったんですけど、でもなんか、なんか裸足の方がいい気がして自分的にも、でそれでやって、なんか雰囲気と海のなんか音とか、なんか何て言ったらいいのか分かんないけど、なんかその全部その音楽使わないとか靴を脱いでとか、なんかそういうのも全部その自分の選択的に、なんか後から思ってもああそうしてよかったなって思いました。なんか集中というか、その自分のやっぱ音楽かけてたら多分そっちに気がいっちゃう気がして、なんかその自分の中で踊れたような気はしています。なって思うのがすごい、その私自身がその時に感じる気持ちとか
なんかそういうのをすごい、なんかそういう部分を大切にしてくれてるっていうのをすごい感じるし、なんだろう、なんか、長野さん自身がその作品自体にすごい丁寧に真剣に向き合ってるのもすごい伝わるし、なんて言うんでしょう、こうしてくださいっていうわけじゃなくて、なんか私がでもこの時って、まあ、こうなんじゃないかなって思うんですけどみたいな感じで言ったのとかも、じゃあそれは琴音さんがそう感じたんだったらそれが正しいと思うっていうふうに言ってくださったりとか、なんだろう、なんかそういう部分をすごい大切にしてくださるから、私も思ったことすぐ言えるし、ちょっと引っかかったこととか一緒に消化しようって思えるし、なんだろう、なんか心地よくというか、なんか私も安心して、なんか安心しながら頼って撮影できてるなって思います。ありがとうございます。